皆さん、ボンジュー都市化キューバです。アメリカ株の苦戦が続いています。今年の最高値から、ダウ平均はマイナス4%、S&P グラックはマイナス5%、ナスダックはマイナス6%です。その背景にあるのは、国債利回りの上昇です。 すごいことになっています。6ヶ月と1年間の米国際利回りはすでに5%突破しているんですけども、もうすぐ2年国際利回りも突破します。今は4.9%になっています。このチャートでよくわかるんですけども、利回り上昇のペースは半端ないです。しかも今は 2006年以来、17年ぶりの高い水準です。このリモリ上昇の要因は、インフレの懸念です。なんとか減少傾向に見えていたんですけども、再び上昇してしまうと心配されています。そうなると、国債に避難する投資家が多いです。全くリスクを取らずに、2年間で 年利5%ともらえるのは確かに魅力的です。またいつものことですけども、米国債の利回りが上昇すると円安になります。こちらは半年間のドル円のチャートです。去年11月末からかなり強い下落トレンドだったんですけども、今年2月から大きく転換して逆に 今は強い上昇トレンドです。今は1ドル1 3 7円近くまで上昇しています。株価の下落を相殺してくれていますので助かるんですけども、正常化すれば為替も一気に暴落する可能性も高いです。3月22日の FMC では FRB のポール議長から 利上げが発表されます0.25%利上げの確率はほぼ100%だったんですけども今の状況が変わっていますこちらは利上げの予想ですけども右側は0.5%利上げの確率です1ヶ月前は完全にゼロだったんですけども1週間前は18%になって 昨日は31%まで上がりました。要はもしかしたら0.5%利上げになるかもと見込んでいる人がかなり増えています。では、なんで利上げの様子は変わっているのかアメリカの経済はどこまで悪化しているのかあとはもちろん気になるのは株価ですね。株価の暴落は どこまで続くのか今日はいろんな経済データを見ていくんですけども正直かなり心配になっています今日の内容も必ず最後なかと思いますので是非いいねボタンを押していただければ大変助かりますまた是非チャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは始めていきましょう 3月1日にアメリカの製造業 PMI、購買担当者指数が公表されました。結果は単純に言うとひどいです。本当に困ります。2つの機関が製造業 PMI を公表しています。まず S&P Global の製造業 PMI は2月の数字として47.3でした。 1>, 1月の46.9から少し上昇しています。ただ、アナリストは47.8を予想していました。要は上昇幅が足りませんし、2ヶ月連続で5乗下回っています。PMI は5乗下回ると、製造が減速している。つまり、経済が減速しているという意味合いです。 製造業 PMI の結果が悪いということです ISM も製造業 PMI を公表しています ISM の製造業 PMI は2月の数字として47.7でしたこちらも1月の47.4から少し上昇していますただこちらもアナリストは48を予想していました様子を下回って 4ヶ月連続で5時を切っています。それを見ると、製造が減速したらインフレも下がるってことちゃうのと期待する方もいるかもしれないです。ただ、他に悪いデータがあります。こちらです。ISM の製造業の仕入れ価格です。要は、物を作るためにコストはどう変わっているのか。 その増減を示す数字です。仕入れ価格は2月の数字として51.3でした。1月の44.5から上昇していますし、アネスの様相の46.5も大きく上回ってしまいました。しかも仕入れ価格が50を超えるのは去年9月以来半年ぶりです。もう最悪です。 先ほどの PMI は50以上だったらいいですけども、仕入れ価格は逆なんです。50を超えるのはコストが上昇しているということです。この3つのグラフで分かった状況を簡単にまとめると、物をあまり作っていない。それは経費が減速していることを示します。ただ、その上に値段が高くなっている。 つまり物価が上昇していることを示します。経済の低迷なのにインフレが発生している。はい。つまりスタックフレーションです。もちろん今の時点ではこの状況が長期化するのかまだ何とも言えないんですけども心配なのは心配です。今の株価の下落の裏にあるのはこの情報かなと見ています。 公表されたばっかりですけども、先に情報漏れしたのは皆さんも想像できていますね。マクロ経済からすると状況がひどくなっています。その上にテクニカル的にも悪い状態が続いています。去年の初日から皆さんも苦しんでいます。こちらはその日からの S&P 学校のチャートです。 辛いのは暴落は一直線じゃないことです。下がったり、急に上がったり、また急に下がることが多いです。全く読めないです。だから疲れます。今の暴落は、去年10月12日に最初につけたんですけども、マイナス25%となりました。ただ、その間には何回も期待された時がありました。 合計 3, 回です3月中旬からプラス 11%6 月末からプラス 17%10 月中旬からプラス14%の上昇がありましたまた去年12月も再び下落に転換したんですけども再生の更新しなかったですそこで今年に入った瞬間に 強い勢いで上昇しました。最大プラス10%になりました。ただ、今は下落トレンドです。今の相場の特徴は2つあります。最大20%以上の暴落で、その途中で20%以上の上昇がなかったことです。最大プラス17%でした。 このチャンネルをよく見ている方は次に何を言うのか想像できますね。このパターンは過去にあったのか、あったらどうだったのか。今回を除くと20%以上の暴落で途中20%上昇がなかったのは実は10回ありました。このチャートでは今年は赤い線です。20%暴落のラインはそこです。 そこで残念ながら全くいい状況ではないことが分かります。どういうことかというと過去はこの状況になれば必ず20%以上の暴落が悪化してしまいました。要はマイナス20%まで下がった後になかなか回復できなかった状態ではさらにセスの大きく更新したということです。必ずセスの更新して 少なくとも30%の暴落までに行ってしまいましたそうなると今の相場は非常に不安定ることが明らかです必ずサイズの更新していくというわけではないんですけどもかなり心配ですなので暴落だからチャンスと捉えてもいいんですけども急がなくてもいいと思いますコツコツと続けていきましょう それでは皆さんご視聴ありがとうございましたこの動画はうんよかったと思っている方はぜひいいねボタン押していただければ大変助かりますまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますあとは Twitter もやっていますのでぜひフォローお願いします リンクはご覧に貼っていますので、ここにおてればと思います。最後に皆さんから何か勧めしてほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていければと思います。コメントに必ず回答しますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。